ってね。地味に。多分知らん。見たことないけど。そう。福山のカフェに行きました。どっち1枚目？お話し会いつですかって。めっちゃありますよ。3月、4月、5月、6月、7月、8月。8月はもう嘘。8月はないか。3月、4月、5月、6月、7月。これのせよーっと。これのせよーっと。しやさ、重大発表ってないわ。特にないわ。あ、重大発表あるわ。あるわ、あるわ。吉田沙羅的重大発表ありますよ。なんでしょう。矢野さんの重大発表みたいになってしまう。ご報告。矢野さんがさ、新年の時にさ、なんか、ご報告がありますから、ご報告がありますから、あれみたいな言ってたじゃないですか。ツイッターフォローしていてください、みたいな。でさ、サラもさ、なんやろうと思って、なんか、聞いてないなと思いながら、いろいろ想像しながら見たら、大吉でしたって言われて、なんか、新年早々矢野さんらしいなと思った。っていう話。吉田沙羅的重大発表はですね、ダメですね。こんなインスタを投稿しながら話しちゃダメですね。写真集は、あれですね。おきさんですね。私、吉田沙羅は、この度、2年ほど共にしてきた、このソファーを手放すこととなりました。別に言おうと思ってなかったけど。手放します。まあ、5000円ぐらいで買い取ってくれる方がいましたら、ジモティーで出そうかな。あ、無料でいいや。ジモティーで無料で出します。取りに来てくれれば。私は会いません。その辺に置いておきます。その辺に置いておきますが、ジモティーで。あ、確かに、1円から競りスタートしようかなと思います。私がこの、晴れの日も雨の日も、雪の日も、コロナの日も、頭痛の日も、笑顔の日も、涙の日も、配信とともに背景としてきた。でも、あんまり、白いことによって、白飛びして、存在感の薄いこのソファーを、手放すこととなりました。お父さんに買ってもらったんですけどね。お父さんに買ってもらったやつなんですけど、ちょっともう、ちょっと汚ねえ。もうちょっと汚ねえし、
と思い、ってやつです。ってやつです。お父さんに買ってもらった。次のソファー決めてない。でもなんか、このローソファーじゃなくて、ローソファーじゃないやつにしよっかなと思っとる。普通に、ローじゃないやつ。このソファーはローソファーなんですよ。なんか ローソファー。なんか、ローがいいと思って買ったけど、買ったら、なんか、ローより、ローじゃない方がいいかなと思ったりして。そう。でもね、いい。確かに、そう考えたら言うて、目処立ってないわ。確かに。でも。まあまあ。まあまあって感じですよ。なんか色が変だな、インスタを載せたいのに。進まねえ。決めてないよ、そう考えたら。じゃあ皆さん、ジモティで。STU48 サラピで出品しますので。ぜひともね、希望価格で。希望価格で。お売りしたいと思います。そうですね。やっぱり、こういうのは、そうです、重大発表。とても悲しいことにはなるんですけど、ぜひこのソファを、皆様、誰か、どうかこの私から手放す、このソファ、ゲットしていただければ、この子も喜びます。ちょっともう、いや、ちょっとおぼろちゃん。まあ、カバーをつければね、あまり問題ないかなとは思います。知らんよ、それ、ジモティーとか使ったことないよ。使ったことないわ。冗談を冗談じゃない、リアルな感じで言うの得意なんでね、ちょっと。真顔で言えちゃうんで。ドゥ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 。何しようとしたっけ？いいねで大丈夫ですって。じゃあ5万円でお願いします。そしたらこちらもちょいといいソファーが買えます。ちょっとインスタなんか調べようと思ったのにさ、話しよったら何も出てこん。あ、思い出した。違う。あ、ここは、くむくむ。くむくそう、調べ。違う、インスタを投稿しようと思って15分ぐらい経ったのよ。と行きたかった。福山の。カフェ。クロッフルと。これなんて言うんやろうな。なんか、ダルゴナコーヒーの上にこれが乗ってたんですよ。このこれが。で、これを溶かして、
行くやつだったんですけど、これなんて言うんやろ。コーヒーのあれ？コーヒーのやつなんか、なんかよくわからんかったよね。でもめっちゃ美味しかった。そう、苦くもないし、甘すぎんし、美味しかったです。ダルゴナコーヒー。よーし。くむくむ。カフェの場所、駅からめっちゃ近い。駅からめっちゃ近いかな？ちょっと知らんけど。めっちゃ近いかな？めっちゃ近いって感じではなかった気がするけど、昨日調べたら。くむくむ。あれ、場所が出てこないですね。な。ケイさん、朝霞さん、タスさん、ポッポさん、ケンジさん、アキオメギフト、赤色サンタさん、めっちゃ可愛いギフト、ありがとうございます。ちょっと一旦インスタを載せてから、くむくむ。そう、インスタ、まあ、いつもね、配信でやってるときはわかると思うけど、配信、じゃないときにやろうとしてもめっちゃ時間かかるんですよ。インスタっていちいち。いちいち時間がかかるんです。KUMU96。かわいい。くんくん。そう、なんか隣に、古着屋さん？みたいなのもあった。同じあれなんかな、多分。同じお店の人がやっとるんかな。あ、駅からめっちゃ遠い？あ、めっちゃ遠い？あ、遠いね。あ、そうだよね。遠いよね。全然近くなかったよ、と思って。くるむカフェ。へぇ、くるむカフェ？くるむカフェ？へぇ。いつも豆？あ、豆ね。豆だなと思ってる。コーヒーかなんかの話かと思った。サラが豆だねっていう話ね。なるほどね。やりながらやったらさ、ちょっと文章が違うものみたいな感じになる。クロッフル、
そう、クロッフルがお正月前から、もう年末からずっと食べたくて、クロッフルじゃない、クロワッサンの生地？焼く前のクロワッサンの生地を、業務スーパーとかに売っとるんよ。それを買って、実家でクロワッサンの機械で焼いて食べよった。アイス乗せて食べよったぐらい、ずっとクロワッサンじゃなくて、クロッフルが食べたかったんですよ。そう、やけん。いけて最高。年末年始はさ、やっぱやってないお店とかもいっぱいカフェとかも結構やってないお店がいっぱいあって。まあ、空いてないなら作っちゃえと思って作ってました。ということで、インスタ載せたいと思います。えい。そう、業務スーパーはね、素晴らしい。投稿完了。おしゃれでしょう、この。くむく。やりましょうよし。ウィー。コストコはね、実家におった頃は行ってましたよ。でも、実家におる頃は行っとったけど、今は、まあ、自分で、コストコって会員制やけんさ、自分でカード持ってないしさ、行ってないけど。あれ？あれ？そう、インスタ投稿しましたので、見てきてください。見ていいね、コメントしてきてください。そう、許島でね、行きたいカフェなくなってたんですけど、だいぶ、市内では。福山とかそういうとこ、尾道とか、そういうとこ入れたら行きたいカフェまだあるけど、そう、もうだいぶね、行き尽くしてたんですけど、
市内でもまたね、行きたいカフェを見つけたので、行こうと思います。ただなんか、自分のインスタの、ストーリーのところとかを結構調べるじゃない。見返しよったら、なんか、カフェ行きすぎじゃないって思って。ハイライトのところがもうだんだん点々になってきて、切り取り線になってきて、そう、行きすぎているなって思うぐらい、めちゃめちゃ行っとる。まあ趣味なんでね。趣味はやらないと。趣味は楽しまないと。ね。趣味は、楽しんだもん勝ちよ。ペンカスカス。今日は1月8日。カフェはもう誰よりも行っとる自信ありますよ。何よ、当たり前のことじゃないですか。っていうメンバーの中で。誰より行っている自信があります。タンタカタカタカタン。ゆうちゃん、ありがとう。やばい、今日に限ってメイクしてない。ありがとうでした。ありがとうでした。カフェの方、なんかそういう話、セトラブの時あった気がするけど。なくなっちゃったんですかね。なくなっちゃったんですかね。セトラブ時代にそういう話があった気がしますが。知りません。瀬戸内、でも瀬戸内はちょっとね、制覇しづらいんですけど。広島、でも山口も気になったところは割と行けとるし、って感じではあるかな。ちょっとなかなかね、でも兵庫、神戸も行きたかったやつ行けたし、まあ、難しいと言ったら、愛媛と徳島かな。
さ、ご飯屋さんとかはね、行っても別にそんな載せないからね。カフェは載せるけど、ご飯屋さんはあんま載せない。全部が全部は載せない。たまにメールで送るご飯屋さんとかはあるけどさ、その広島のなんたらとかはあるけど。海外というか、なんか本場のやつ行きたい。なんか日本にあるカフェでもう、もともとはその海外、パリに本場がありますみたいな。そういう、本場って絶対なんか、一味違うと思うから。海外にある寿司と日本の寿司は違うみたいに、きっとスイーツはスイーツでも本場のものと日本にあるのとじゃ違う気がするから、行きたいですね。なんかご飯屋さんも映え撮ったりしたら インスタ載せるけど、なかなかそんな、白い、おしゃれなご飯屋さんとか、なんかそんなないじゃないですか。白くてどうたらってなったら大体カフェじゃないですか。一見、写真撮ってもメールとかですね、送るとしたら。カエルさんってさん、ありがとうでした。ありがとうでした。それこそ韓国カフェとか、それこそ韓国風カフェとかはさ、よく行ってるけどさ、韓国本場の韓国のご飯とか食べたいですけど。そう、韓国はでも行きたいけど、なんか前は、ね、てかもう海外は全部、コロナ前は行きやすかったけど、韓国とか、しかも福岡から行った方が韓国は近いんですよね。よし、なんかスケジュールもそんなすぐわからんし、もう仕事で行きたいですね、それなら。仕事で行かせてくれ。佐藤さん、ありがとうでした。ありがとうでした。
大久保？あ、新大久保？新大久保？あるよ。そう、飛行機も高くなっちゃって。そう考えたら昔めっちゃ行きやすかったんだなと思う。正月行ってないですよ。なんかね、みんなね、一部の人はね、時系列、というかそんなタイムリー、ナウで、全部ツイッターとか載せてないですからね、実際。そんな、イベントありがとうございましたとか以外は、そんな、ナウのやつを載せてないですよ。その韓国行って、韓国行ったナウの写真をツイートしたりしないですよ。今時はね、韓国っぽい内装のお店も広島にもありますし。売ってるわけないやないかーって感じですけどね。MV が海外。なかなか、ないやつですね。ST は今、一回もないよね。昔の、ほんと AKB ぐらいじゃない。海外。TK さん。ありがとうでした。なんか、指が浮いてる。やばい。2本立てようと思ったら ああ。ありがとうでした。豊かさん。ありがとうでした。ありがとうでした。明日はチャートリ公演です。今日が土曜日だよね。明日は日曜日、チャートリングトリップ公演でございます。ちょっと私はやることに追われています。あ、でも、一つ今日ちょっと数日いなくて部屋が通ったらって言っとった、あれの。え？今日日曜日？え、じゃあなんで明日あるの？え、どういうこと？明日祝日か。めっちゃ土曜日だと思っとった。あ、明日が祝日ね。そういうことか。そういうことね。そうです。明日のね、チャーミングトリップ公演は、私は一味違いますので、頑張りたいと思います。明日も、早起きです。成人の日はね、そうですよね。それは知っておりますよ。今日勝手にめっちゃ土曜日。そう、昨日が土曜日か。そういうことか。うん、そういうこと。いやいや、高めついてる。何の話や。
そんなん頑張るも何もないわ。それのために早起きするってどういうことよ。意味がわからん。せんわ、そんな。さあ、もう21になります、今年。ゆういちさん、ありがとう。ちょっといない人もいるかもしれないんですけど、まあ一応事前に言っていたので、知り合いがいなそうだなと思ったらスクショしてあげといてください。ありがとうでした。ハリギリ公演ってなわけあるかい。しかもさ、成人じゃないし。もう去年成人終わったし。そう、金曜日にサンリオやって、とかなんかいろいろあって、ちょっともう感覚がおかしくなってましたね。なんかほんと年明けた感がないんですよね。そう。ないんですよ。なんか不思議な感覚。不思議な感覚です。ともゆきさん、ありがとうでした。ありがとうでした。明けおめを直接言えるよ、2月。そう、直接。ああ、そういうことね。言葉でね。確かに。ね、公演とかあってもね、お見送りでは声は一応出せないから。言えないもん。充電が。やばし。充電がやばし。充電器。いやー。充電器がさせる場所に移動したので、近め右からになりました。今は令和5年
令和5年か。そうか。なんかね、れ、ってかね、そもそもね、なんか令和になってから令和何年がもうわからんのよ。そもそも。そう、今年になったけんどうたらこうたらとかじゃなくて、まあ、そもそも令和に変わってからわかりにくいったらあれしない。ね、分からんくなるよね。じゃん。セリアさん。なんか、もう心がおかしいったらですね。ありがとうでした。ありがとうでした。そっか、昭和から生きとりした昭和、平成、令和って3つ生きとるってこと？生きとるってことか。そう考えたらあれですね。ゆうちゃん、お餅、ありがとうございます。ゆうきあきたさん、あけおめ、ありがとうございました。ありがとうございました。やばい？じゃあ、サラは昭和を生きれてないから、令和の次まで生きよう。令和の次。次は何だろうね。じゃあみんなも長生きすれば、昭和、平成、令和、そしてもう一つ、4時代を生きれることになりますよ。4時代生きるってすごいね。4言語、言語4つ。いいじゃん。サガって年号ありそうじゃないって。ありそうじゃないよ、全然。何言ってんだ。彼は平成14年生まれ、多分、合っとる。いとちゃん、ありがとうでした。ありがとうでした。そう、平成14年生まれです。2000、席で言ったら2002年生まれです。さらかな。お礼は。2002生まれ。
最近な気がする？嘘。平成14年？平成14年。さあ、生まれたあれだからわからんけど。4年生まれですよ。最近？ 2002 です。2002。2002です。やけん、去年がめっちゃ帰還しやすかった。2022年やけん、20歳っていう分かりやすいあれだった。2002年2月19日生まれです。よいしょ。おいでます。元気。ありがたわーでしたー。いないかも。ありがたわーでしたー。いないかもしれない。ありがたわーでしたー。では、上手にいたをくれた、お年玉をくれた方々に、あ、いた、よかった。お年玉をくれた方々の、お礼は、一応私が取っておいた分は、全部したはずなのですが、お正月に私はタワー立てましたが、今、名前呼ばれませんでしたって方はいらっしゃいますでしょうか。さん、ありがとうございます。ワールドカップがあった頃、そうなの。まあ生まれた頃のことはね、全然わかりませんね。生まれた頃のことは全然わかりません。そんな生まれてね、ゼロ、嘘がないでくださいね。変な変な嘘つかない。ユリアさん、ありがとうでした。席を外していました。公園です。ミレニアルより、あと、ミレアルって何？わからんや。おいでます、元気さん、バラ。ありがとうございます。それでは、お年玉、今年もたくさんのお年玉、ありがとうございました。お年玉。インスタを見たいと思います。ワッフル、クルフルです。インスタクロフルです。このね、さっきインスタに載せたクロフルの動画なんですけど、3枚目のね、チョコをかけるところを動画撮って、ちょっと地味にこう動いてるんですけど、それは、チョコが、なんかこのチョコ、なんかチョコソースって感じじゃなくて、なんかちょっとクリームっぽい、なんて言うんやろ。なんか、ボトボト。なんかボトボトって感じのやつだったんですよ。そう。で、
ちょっと想像と違って、撮りながら笑っとったけん。ちょっとブレてる。けど、まあまあまあ。ちょっとこの動いとるのは、笑っとるけん動いてます。でね。弥生とみなみが、弥生とみなみになんか、次のアクスタ来てって言われて、自分のアクスタなんてさ、基本的に持ってないからさ、実家にはあるけど。ないよって思ったけど、ちょうど一昨日もらった、サンリオの時にね、もらった、あれが、サンリオのやつがあったから、それを持ってったんですけど。そう、あとなんか、いろいろ持ってきてくれて、何でしょ、持ってったら、二人が、なんか、サラのオタ活みたいなのをしてました、これ。面白くない？サラの写真置いて、これ、アクスタ置いて、写真、なんか撮り寄った。おもろいよね。そして、写真もサラの撮影会っていっぱい写真撮ってくれた。メールで送ります、それは。で、生写真はそのままあげました。いるのか いるのか知らんけどあげました。弥生のね、妹？そう、本人もおるけど、やっとった。妹が結構、なんかサラのことをそう好きでいてくれてるんですよ。ノイミのライブ、広島公演を見に行った時に、たまたま弥生がおって、そう、サラおるの知らんくて、ほんとたまたま会って、で、その時に、妹ちゃんいて、弥生の妹が。もうめっちゃオタの反応、なんか、みたいな。めっちゃ反応してくれて。そう。で、なんか、そう、弥生と写真撮るときに、一緒撮ろうよって言ったら、なんか、みたいな感じで、もう女オタでした。そう。で、インスタのインスタとかも、もうめっちゃファン目線というか、普通に、なんか、オタ目線で見てくれとるらしくて。やけん、なんかサラが前ストーリーに弥生と、なんか、イルミ？ドリミネーション弥生と写真撮ったやつを載せとったけんさ。そしたら、弥生が妹に、やよが乗っててフェイって言われたらしい。めっちゃおもろい。そう。なんか、普通に。まあ、妹ちゃんからしたら、サラのことをちょっとなんか、メンバーとして、まあ、それメンバーやけど、やっぱ、お姉ちゃんと仲いいとはいえさ、多分、会ったこと、その一回たまたま会ったけど、そう、会ったことない、あれで見てくれとるけん、こう、多分見てたんでしょうね、普通に。さあのストーリーを、ポン、ポンって見てたら、お姉が出てくるわけよ。で、そしたら、サラピのストーリーに、やゆがおって深いって言われたって昨日 言ってました。ファン目線で見とるけん深いって言われたらしい。面白い。やゆのお姉さんにも会ったことあって、弥生なんかもういっぱい家族おるけんさ、兄弟が多いので、サラも、誰が何人目のお姉ちゃんかとか何も分かってないんですけど、弥生のお姉ちゃんにもなんか、みたいな、めっちゃ可愛いみたいな、めっちゃもう そう、もう、オタでした。オタ反応してる。そう、弥生とご飯行くときに、そのご飯行くときに、たまたま、そう、先に弥生のお姉ちゃんがおって、弥生のお姉ちゃんが、一緒にいて、いいけん、会いたいって言っとるって言われて、全然いいって言って、会った瞬間、なんか、へんみたいな。外で、へんみたいな感じの反応でした。さっき、インスタのストーリーに、弥生とのプリクラ載せたけん、また、弥生の妹に、不快に思われた。弥生は不快に思われてるんだと思います。プリクラとはいえ、不快に思われてる。白いよね。明日、頑張ります。明日ね、髪の毛どうしようかな。でも明日は、帽子があるから。
ポニーテールができないや。まあ明日考えよう。気分で。公演の時の髪型とかは本当気分なので、その時の気分です。もう、しながら変わるとか、というかもうメイクさんにしてもらう直前まで決まってないこととかも余裕であります。余裕でありますよ。そうね、明日は本当に早いので、まあその分今日寝たんですけどね。そう、去年は本当に公演去年は、公演とか、ライブとか、フェスとか、もうほとんどポニーテールをずっとしてたので、なんか今年は、まあいろいろやりたいなと思いつつ、まあでもなんだかんだポニーテールが一番踊りやすいし、やりやすいのはあるんですけどね。まあ、それ以外も含め、いろいろやっていこうかなと。まあ、あと二十歳のうちに、やっとこうかなと。二十歳のうちに、まだ二十歳のうちに、やっとこうかなとか、思ったり、思わなかったり、思ったり。帽子がね、帽子があったらいろいろ限られたりもするので。今、花垂れの、一個新しいでしょ？元旦こう、この前の、1月1日も来たし、おとといかなんかの、その時も来たけど、新しい方の衣装の髪型が好きなんですよね。ポニーにあれが可愛い。そう、一個前のやつは、ちょっとあんまり、そんな目立つ系のやつじゃなかったので、どうだっけ？あ、そっか、隠れてるか。この前、あれだ、シモンのコーヒーカップで隠れとるんやと。このね。この髪飾り。この髪飾りがね、このポニーの頂点につけるといい感じになるんで、好きです。ポニテにリボンとかの合うような衣装がいつかあるといいですね、また。一度の衣装ね、リボンある。あ！うわ！明日。あ。そっか。まあいいや。仕方がねえ。自分の中で みんなにはちょっとあんまり分かってないと思うけど 自分の中で思い出したことがあって 仕方がね。まあ明日は明日のことは考えたいと思います。じゃ10分、もうちょっとしたらランキング動こうかな。9時過ぎたし。明日は昼がなっちゃんの生誕祭で、夜がマイカーとの対バン公演となります。10開演？あ、早いってことか。そういうことか。それもあって早いんか。そういうことね。え？あ、そっか。早いね。早っ。間に成人のあれがあるけんか。そういうことか。夜は遅いね。
昼が早く、夜が遅いか。そういうことか。間にあれが入るけんね。そう、皆さんも忘れなく。昼が12時半、夜公演が6時半なので、皆様、DMM 配信で見る方も、来られる方は特に、いつもと時間違いますので、お気をつけてください。確かに、間の時間カフェ行けるね。確かに、こんな6時間もあったらいけるね。成人イベントさえ行かんければ。確かに、6時間あったら、カフェ行き放題じゃん。3店舗ぐらい行ける。3店舗ぐらい行けるやん。確かに、福山行って帰ってこれるよ。そうですね。確かにそうですね。広島で行くとしたら、シュエッチャか、ドスココーヒーか、これはちょっと夜しか行ってないかと思う。リコルティ。あ、ここめっちゃおすすめ。ここめっちゃおすすめ。ここ振る。でもこれね、多分土日祝日とかしか空いてないよね、確か。やけん明日は空いてるでしょ。並ぶと思うけど。これもある。キャナント3区。これはまあ、宇品。鈴カフェ。パルコね。これはあれ。どこだっけ？福屋の上。これは、パルコの下。これいいじゃん。カフェっぽくもないし。ほぼランチ。これカフェクラクシェイク。本通りの中、その辺にある。これはカフェリナ。これちょっと駅寄りです。パルコからなら全然歩ける。って感じですね。では。もうお腹を空かせて。来てください。それでは、ランキングを読みたいと思います。そうね、明日は多少並ぶようなお店でも行けるね。あそこさん、ありがとうございます。では、48位、レッツさん、24位、エンちゃん、13位、柴犬さん、12位、トシヤさん、11位、中野さん、11位、浅香さん、9位、奥行きさん、8位、ピロシさん、7位、MJ さん、6位、ゆかちゃん、5位、おいでます元気さん、4位、ケンジさん、3位、ゆうちゃん。2位、ゆうきあきたさん。1位、あかえるさんとさん。ありがとうございました。ということで、終わりにしたいと思います。明日は公演ですので、来てくれる方、楽しみましょう。来れない方は、DMM で配信もありますので、配信でご覧ください。ということで、終わりまーす。バイバーイ。